起きたようだね。セーブしたんだけど今。次の日なのかな。うん、だいぶ気分がすっきりしてきた。ポケモンの姿なのは変わらないけど。そういえばあのポケモンピーナッツって言ったっけ。確か一緒に救助隊やるって約束したんだよね。ピーナッツはどうしてるんだろう。ちゃんと覚えてるんだね。名前、名前覚えられる人間だったんだな、お前は。もともとてかピーナッツで認識してるんだ。なんかチコリータだったからな、チコリータで認識してると思ったけど、ピーナッツでちゃんと認識してるの偉いな。ちょっと外に出てみようかな。外に出てみますか。いやー、月型の池見たことねえな。これピーナッツじゃん、まるで。なポケモンによってこの池の形変わったりしたら面白いけど、まあ、そんなことないが。じゃあ出てみますか。立派な家を用意していただいたようで。ガーン、はっ、しまった。なんで、てか人の家の前で寝るのやめてくださる。いちいち可愛いな、でも動きが。ごめん、私もワクワクして明け方からここで待ってたんだけど、そしたらつい寝ちゃった。とにかく今日から救助隊開始だ、頑張ろうね。って言ってもな、まだ口約束でしょ救助隊。ああ、と言ってもまだ仕事ないんだよね。はははは。困り眉可愛いね、ピーナッツ。なんだ？そうだ、もしかしたらポストの中に。いや、ないでしょう。ないない、我々まだ何にもしてないんだから。まあでもキャタピーを助けたという実績はあるか、一応ね。スターターセット、そんなあるの。そんななんか真剣ゼミみたいな。やっぱりあった、救助隊スターターセット。なんか申し込みはしたのかな、救助隊になりますみたいな。救助隊を作ったら必ずもらえるんだよ。あ、そうなんだ。どっから情報が漏れたの、我々が救助隊だということを。まあいいか、スパイがいるな、誰か。あ、救助隊バッジ、道具箱、ポケモンニュース、いいね。なんだポケモンニュースって。やって、いろいろ入ってる。まず救助隊バッジ、救助隊の証だよ。そして道具箱、ダンジョンで拾った道具を取っておけるんだよ。でかいね、前回一つしか持ってられなかったから、アイテム。とりあえずバタフリーからもらった道具もここに入れておくよ。とても便利だから冒険に行ったら使おうね。オッケー。最後にポケモンニュース、救助に役立つ情報が書いてあるんだよ。ポケモンニュースはポストのところに入れておくから後で読んでみるといいよ。おー、ちょっと読んでみよう。救助に役立つ情報、あと他にも手紙とか日経新聞的なことがないのかな。まあそうだよね、カラカラっぽですよそら。でも救助隊だということはもう知らされているんだね我々が。じゃああとは依頼待つだけだ。救助の依頼があればポストに手紙が来るはずなんだけど、まあそううまくはいかないでしょう。じゃあちょっとまず顔を売りに行こう。我々救助隊やってまーすって、実績ありますよって街の方に。誰も知らないよねそりゃ。バサバサ、出た、ペリッパー、スコン。おや、なんだろう。バサバサ、お前は一体誰なんだ。というかポストに入れるかね、我々ここにいるのに。わざわざポスト使うかね、渡してくれればいいのにな、手渡しで。見るかい、もしかして救助の依頼かもしれない、ま、だろうね。うん、目キラキラなんだけど、ピーナッツかわいい。ねえ読んでみてよ。読んでみましょうか。ビビビ、怪しいな。いたずら電話の可能性があると。いや、いたずら手紙か。君たちのことはキャタピーちゃんから聞いた。ラスボス、頼む、助けてくれ。救助依頼だったわ。コイルがピンチなのだ。洞窟に不思議な電磁波が流れた表示にコイルとコイルがくっついてしまったのだ。レアコイルになっていいんじゃないの、進化だよそれ。あ、レアコイルとして生きていくにも一匹たり、あ、二人なんだね、くっついちゃったの。このままでは中途半端だ。お願いだ、助けてくれ。ビビビ、コイルの仲間より。助けに行けばいいのにね、自分で。それ言ったらよくないか。まあ、行きません。可愛いな、驚いた顔もリアクションもいいね。君リアクション芸になれるよ。初めて仕事だよ、行こうよ。行かない。何回でも付き合ってくれるんだろうなこのピーナッツ。行こうか、可愛い。そうこなくちゃ、頑張っていこうね。あー、いいね、ポーズ。なんだ今のダーって。あ、ミニマップ、デンジャーの、あーすごい、勝手にもう何の操作もせず勝手に生かされる。ミニマップもあるんだね。
おー、来てくれたか、ビビビ。この洞窟に我々の仲間がいるのだ、ビビビ。仲間は B6F にいるはずだ、助けてくれ、ビビビ。6階か、まあ、じゃあ助けに行きましょう。これさ、お、いいね、電磁波の洞窟ビーチということで、お、もう早速階段あるよ。技を使ってみよう。経験値多くもらえる、ほうほうほう、なるほどね。技使うと経験値多いんだ。でもって、ちょっと待てよ、多分登録、ちょっと待って、セレクト、あーまあちょっと待って、スクショ撮った今体当たり、あ、技をセレクトしたらなんかショートカットで出せるはずなんだよね、技って。あとさ、移動がちょっと遅すぎるな、なんか設定で変えられた気がする。まあとりあえず探索していこうか。ちょっと足もね、早めに設定し直したところでしていきますか。はい、これでショートカットでね、体当たりが出せるようになると、いいね。まあちょっと今説明を読んだんでね、軽くだけ説明を読んだんで、リンゴやグミを食べるとお腹が満たされる。グミも落ちてんだ。はいはい、お腹っていう概念はもともと知ってたから。ゴローンの石、何、誰かが体を剥ぎ取ったのかな。まあで、この電磁波の洞窟、もうね、左下に B2 に行けるところはあるんだけど、まあ、とりあえず行きますか。でもってさ、これ救助隊だから、なんか探検隊の時の記憶、まあ昔俺時闇空の探検隊どれかをやったことがあるんだけど、探検隊の時は洞窟ごとにね、ボスみたいなのがいたんだよ。だけど、いってな、これおめえ、くそ、野生のポケモンも技使って、くそ、いってな、これ適当にやる、やべえ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 、喋りながらやっていい洞窟じゃねえよ、俺の身食べさせて、あーあー、おいしい、あー無敵だ、かかってこい、こらった、おい、何度でもやってやる、お前のことを。あ、痛い、あぶねえ、また体当たり、危ない危ない、ちょっと足を速くしたせいでプレイが雑になってるな。やべえ、喋りたいこと喋れねえ、忙しくて。そう、ボスみたいなのがいたはずなんだけど、探検隊には。これ救助隊にはいないのかな。あ、来たぞ、こらっため、来い、こっちへ来い、よし、で方向向いて体当たり、うれぐれ、24経験値、しょっぺえな、おめえなんか倒したってしょっぺえんだ。さあ先進んで、こらったてめえ、また来てな、体当たり、くれふれぐれ、24経験値、レベル7、よっしゃ、この実況良くないな、レベル7、 OK、 いいね、 HP とかも上がっていって、ピーナッツも、え、レベル 8? あれあれ、ピーナッツってレベル7になったっけ、あれ一歩先を行ってやがる。まあまあいいか、来た、葉っぱカッター、覚えたね、新しく草技を。もう私は泥かけを覚えたけど、あ、てか泥かけ使ってねえな、泥かけにした方がいいのかな。まあいいか。で、ちょっと待ってね、技、葉っぱカッター、これさ、なんか効果範囲、直線上、離れたポケモンにダメージを与える、え、急所に与える、離れたポケモンにダメージを与える、これさ、その、そう、技的に隣にいるポケモンにこんな感じでダメージを与える技もあるけど、そう、こういう直線上に技が飛んでいく技もあるんですよ。技が飛んでいく技、うん、2回言ったね、あるから、これはもしかしたらチコリータ遠距離攻撃が可能になったかもしれないね。でかいよこれは。じゃあちょっと私も覚えたいね。作戦や賢さを設定しよう。賢さなんて設定できるんだ。まあいいか、進んでいこう。今んとこ不満はない、ピーナッツに、ピーナッツくんに、トーピーオーバードーズを歌ってくれればそれでいい。これさ、もう出すんじゃない、直線上だったら。寝てるニドリーナに、いけ、出さない、あ、出した、強ー、30、え、もうお前でいいじゃん、じゃあ、やべ、危ない危ない危ない、もうじゃあ君だけでいいじゃん、やべ、これさ、今攻撃力下がったの、このなんかダッシュ版みたいなので、きたー、いいね、これそういうところなんだね、下がった能力を改善してくれる椅子。ポチエラだ、ポチエラだ、何何
どうした？ポチェルどうした？今のポンってなんだ？え、お前もしかして地下行く？行かないよね。びっくりした。俺も行かないよ。さあ追い詰めるよ。動かない。え、ちょっとかわいそう、かわいそうになってきた。ねえどうしよう。葉っぱ買った。うし将棋みたいに、うん、もう斜め入ったらもう角だからこちらは。あ、待って、なんか上からポケモン来てんな。誰だ？コラッタくん、君を横目に移動させていただくよ。はい、地下3階。まあ全部回んないでもいいんじゃないかなって思うんで。あ、これは知ってるね。うん、ちょ、とりあえず地下まで行っちゃおう。救助先。お、え、これ何？爆裂の種、隣の敵に有効だ。道具コマンドを選んで使ってみよう。いいねいいねいいね。こういうアイテムを駆使して敵を倒していくこともできるよと。コラッタちゃん体当たり。 OK、 24K ケチいただくよ。オレンの実も大事。こっち行き止まり。ちょっとまず階段探そう。え、あ、ビリリリリリリリ玉だ。ビリリリリリリリ玉が2個来た。あ、簡単に倒せる。あ、バレてない、あのビリリ玉には。コラッタが来た。おい、よし逃げよう。泥系だ。コラッタからは逃げよう。うん、バレてねえわ、まだ俺らがいることに。これやっぱその目があったりしたらあれなのかな、バレて追ってくんのかな。あ、やべ、体当たり、耐えられた。やるね君、 42 経験値レベル上がんないか。せっかくだからさ、俺も水技覚えたいんだよね。葉っぱカッター覚えたし、相方が。ちょっと待て、階段が全然ねえ。くそ、踊らされてるぜ俺。逃げこらったで渋滞起きてたない。もう来た、レベル8。あ、これ覚えんじゃない、レベル8だったら。わい、レベルアップだよこれ。技覚えるでしょ多分。水鉄砲、俺も遠距離攻撃覚えんじゃない。覚えねえわ。そして先に行くな、まず先に行くんだよな、ピーナッツは。オッケー、危ない危ない、マイクが落ちちまった。マイクはゾウスキーが。さすがにまだ技覚えないよね。オッケー、じゃあちょっとガツガツ進んでいきますか。地下6階にいるって言ってたから、まあ地下6階までもうガツガツ進んでいっちゃおうかな。うん、あのビリリ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 玉だけ倒そう。あ、お腹が空いたら食べようって。お腹空いてんのかな今。あ、結構空いてるぞ。まずいね。まあちょっとお腹空いたら何が起こるか分かんないけど、リンゴ食べておきましょうか。食べて、でまあなんかついでに、あ、な、え、何これ何これ、危ない危なかった。なんか今何が起きた。なんか押したぞ俺今。ゴロンの石投げるか。えい、強っ、二重玉上げ。あ、でもそっか、経験値少ないのか。もうちょっと地下行っちゃおっか。回ってもアイテム回収ぐらいしかすることなさそうだし、レベル上げはまた別でやればいいからね。うん、え、もう行けるじゃん。じゃあ体当たり、もう行っちゃおっか。ボスとかいないよね。いたら点上げ、マジギャルピースなんだけど。あ、いなそうだね。あ、あそこにいる、助けよう。本当にレアコイルには1匹足りない。あ、4人グループなんだ。フォーマンセル、まさかのフォーマンセル。なんか有名な曲がありそうな、なさそうな。フォーマンセル、体が離れた、ビビビ、よかったよかった、ビビビ、わーい、ビビビ、わーい、ビビビ、よかったねお前たち、おかげで助かった、ありがとう、ビビビ。500ポケ、まさかの現金。復活の種、これあれだ、瀕死になった仲間を復活させられるんだ。これでかい、チゴノミ、ありがとう。いいね。てかフォーマンセルなんだなあいつら。じゃああれだね、誰かが進化してレアコイルになったら一人ハブだね。うん、一人だけハブの可能性がある。俺だけ進化できない。それでも一人一人レアコイルになったら12人組になっちゃうね。そんなこと考えないでいいか。今日の救助うまくいってよかったよね。実は私救助隊作って初めての仕事だったからすごく緊張してたの。本当？葉っぱカッター覚えて大活躍だったよ。むしろ俺よりピーナッツの方が活躍してたよ。今日は疲れたからもう帰って寝るね。
また明日頑張ろうね。じゃあおやすみ。一日一クエストなのかな。まあまあちょうどいいかそれが。お、記録しましょう。記録して、オッケー。まだあれだね。ワンパンで倒せるから順調かもしれない。なんだ？なんだこの世界。ん？なんだ？どうした？何が起こってるんだ？てんてんてん。どうした？夢を見ているのかな？俺が。ここはどこ？もしかして夢の中？気づくことある？自覚症状あんの？夢の中って。夢で夢の中って気づくことそうそうないけどな。あれ？誰かいる？誰だろう？知ってる人なのかな？あ、まだ人間がちょっとあれなんだね。あ、ポケモンが板についてないね。人の記憶が残っちゃってる。うん。え、かわいい水五郎マジで。ちょっとアイコンにしようかな。かわいいとすぐアイコンにしたがるんだね俺。うん、思い出せない。今のチャンネルのアイコンがすごい質素だからさ、水五郎にしてやろうかな。はっ、なんか夢を見てたような。でもどんな夢か思い出せないんだけど。何も見てなかったよ。ふわふわの世界にいたよ。まあいいや、今日も救助頑張ろっと。手紙は来てるのかな。ポスト見てみよう。おー、いいね。ちょっともう一ダンジョンぐらいいけるかな、時間的に。まだあるよね。もう一ダンジョンぐらい行こう。あ、依頼届いてない。じゃあ今日どうする？おやれ、早いね。やべ、手紙届いてないこと言いたくないな、あんまり。てか、なんでお前の家にポストないの？俺の家の前にポストあんの？お前の家の前でもよかったんじゃないの？あ、ポスト調べたんだね。やっぱりこのキラキラした目。ピーナッツのこのキラキラした目。ゼロ件だったなんて言えない。で、どうだった？救助の手紙、来てた？あー、話すんだよね、正直。あー、ごめんよ。空っぽ？そっか。私たちまだ始めたばっかりだからね。仕方ない、ポケモン広場に行ってみようか。お、そんなのあるの？ペリッパー連絡所に行けば仕事があると思うの。ポケモン広場はこっちだよ、行こう。初広場だね。おお、なんだいここは。ここがポケモンたちの広場で、いや今のところ橋だけだけど、あるのは。はいはいはい、カクレオンのお店。アイテム買えるところかな。道具を買ったり売ったりできるんだよ。いいね。お、いろんなキャラがいますね。そしてあそこがペルシアン銀行。お金が預けられるよ。そっか、なんか全滅したら半額持ってかれるとかあった気がするもんな。ここはゴクリンの連結点。技の連結？え？連結って何なのって？技を連結するとその技の効果がえ？何それ？詳しくはゴクリンの説明を聞いてみれば分かると思う。え、ちょっと聞こう聞こう、後で聞いとこう。ガルーラ倉庫か。道具預ければ絶対なくならないよ。大切な道具があったら冒険する前にここに預けるようにしようね。オッケー。で、必要な時取り出すと。どうどうをどうを。いろんなお店があるでしょ。ちょっとじゃあ回ってみようかな。そしてペリッパー連絡所はこの先をまっすぐ行ったところにあるよ。そこに行けば救助の情報を聞けると思うの。まずはペリッパー連絡所に行ってみようね。ちょっとさ、いろんなポケモンに声かけてみようかな。まずちょっと顔色、カクレオンたちに。いらっしゃい、カクレオン商店でーす。顔を売るとかはなかったみたい。挨拶はないのか。ないみたい。技マシンも売ってるんだ。人の家あるぞここ。誰の家だろう。はっ、待って、やばい、名前覚えてないな。ハスボーの進化系だよね。なんだっけ、懐かしく、ハスボーの進化系だから、ハスゴロウだな。ハスブレロ、ハスブレロ懐かしい。お前そんなたらこ唇だった？最近なぜか災害が多いんだ。災害に驚いて暴れ出すポケモンも多いし、なんか物騒だよね。ハスブレロ、いや待って、懐かしい、やばい、昔の記憶が蘇ってきている。ブル、え、ペリッパー連絡所？ペリッパー連絡所ならここまっすぐ行ったところにあるよ。お店のところにあるから行けば分かると思うよ。あ、岬のところにある。で、こいつはやべえやべえ、もうなんかあれだね、大人ってよくないね、何も出てこねえわ。まだつぼみだ、まだつぼみだもんね。
よく考えたらすごい名前だな、マダツボミとか。いやー、この間の山火事はひどかったですよ。カメックさんや大谷さんが素早く火を消してくる。うわ、すごいな、めちゃくちゃ進化系だ。消防隊もあるんだ。で、ガルーラとゴクリ、まあこれはちょっと後でいいかな。下も行けるじゃん。まあ一旦連絡所行くか。お金だけ預けようかな、全滅した時のために。ペルシアン銀行預けよう。642持ってるからね。まあ一旦全額預けようか。うん、おい盗むんじゃねえぞ642。さあ、じゃあペリッパーのところ行きましょうか。あそこがペリッパー連絡所だよ。わかりやすい。あ、でも仕事してるんだね、ペリッパーたちが。世話しないね。ここには各地で困ってるポケモンたちの情報が集まるんだよ。ほら、ここに掲示板があるよね。ここでクエストを受注するわけね。さすがにモンハンすぎるか、今の言い方は。ここには救助の依頼が載ってるんだよ、見てごらん。掲示板を見ようか。戻ってきません、桃の実を届けて。いいってなんだろうこれ。いいが難易度かな、救助難易度で。でこれ小さな電磁波、これあれだよね、行った洞窟の名前かな。うん、依頼リスト、あ、依頼リストは見れないんだ、まだ。掲示板見る。え、どれ行く。怖いよ、助けて、私を助けて。これにしよう、私を助けてって言ってるから。受けよう。あ、全部受けたりもできるんだね、いろいろ書いてあったでしょ。救助したいときはまずは受けるを選んで、依頼リストの中の手紙を実行にしてその男女に行けば救助できる。なるほど、実行が必要なのね。実行を選ばないと救助できないから注意してね。最初のうちはここの依頼をこなしていこう。そうすれば私たちのチームも少しずつ長売れて、そのうちポストにも依頼が来るんじゃないかな。そして救助に行くときは依頼リストの手紙を選んで実行にする。これを忘れずにやるようにしようね。 OK、 無駄になっちゃうってことね。これさ、実行にするのは1個だけ保留。これさ、電磁波の洞窟他にもいっぱいあるじゃん。これね、あ、説明とかあるんだ。B5 階でコラッと助ける。あれ ?6 階とかじゃねえんだ。全部受けてさ、全部実行にできないの。あ、できるじゃん。まとめていこうぜ、3つ。説明をちょっとまず読みましょう。もう倒れそうです。 B3 階で暇夏を助ける。はいはいはい。で、怖いようが B4 階でケムスを助ける。で、B5 階でコラッタを助ける。え、もうまとめていこうぜ。え、ちょっと待って、一旦ペリッパのところ入るか。どうもー。あ、オープニングである場所ですね。あなたは一体誰ですか。オサペリッパ連絡所について。あー、まあちょっと一旦後でいいっすかね。ちょ、裏でやっときますね。お礼メール。あ、窓口。あー、まあまあまあ、ちょっとよくわかんないけど、まず一旦ダンジョン行こうかな。今日はダンジョン行って、あれか、あれしよう、これ下ダンジョンなんじゃない、もしかしたら。こっち、何ここ、何ここ。ちょっといいんだよ、一旦ダンジョン行きたいの今日は。次回ちょっとここら辺ゆっくり回るから。ダンジョン行こう、ダンジョン行こう。電磁波の洞窟に行けばいいんだね。 OK、 行きましょう。3つまとめて行けるのかな、そしたら。ちょっとまあ、洞窟はそんなに変わり映えしないと思うからカットでいいかな。ミスだと。お、もう早速3回行けるね。じゃあ3回行って、誰助けるんだっけ3回行って。コイル誰だ。お、目的のフロアに到達した。ちゃんと通知が来るんだね。誰助けるんだっけ。ちょっとなんかクエスト見れないのかな。チーム違うか。その他、今回の目的これだ。ヒマナッツ、3回ヒマナッツ、4回ケムスと5回コラッタ。じゃあヒマナッツを見つけなきゃいけないんだよね。俺、誤っても階段を見つけて下に下がらないように。早速階段を見つけてしまった。モモの実、爆裂の種。ヒマナッツ連れてさ、帰らなきゃいけないのかな。だとしたらちょっと大変だけど。ヒマナッツ探しに行くか。どこだろう。はっ、いた、ヒマナッツ。お、逃げんな逃げんな逃げんな。あれ、話しかけられないのこれ。ん、待てよ、こっち向いて。あ、ちゃんと話しかけないといけないね。やった、ヒマナッツを見つけた。助けるための救助隊バッジを使いますか。救助隊バッジをかざした不思議な力が授けられた。何それ。ありがとう、後でペッ
ペリッパー連絡所まで来てくださいね。ダンジョンから…一人で帰るんだ。続きをしないで今すぐ戻りますか。あ、いや、ちょっとまとめて、まとめてクエストこなせるんだね。オッケーオッケーオッケー。そしたらまあやりやすいね。オッケー。あ、おい、逃げるな逃げるな、そこの君止まりなさい。逃げるな逃げるでない。葉っぱカッターやってもいいんだぞ。やばい、ちょっとそこの君止まりなさい。ポチエナ君、そこのポチエナ君ちょっと止まりなさい。ポチエナ君、やべ、逃げられた、あのポチエナに。くそ、耐えたり、お前なめんじゃねえこれ。ああ、まあ代わりにポチエナ倒したからいいや。くそ、逃げられた。まあいいか、一個下の階行って、でここではコラッタだっけ。あ、ケムストか。ケムスト救助していきますか。あ、いた、早速だね。なんで逃げる。オッケー、これで方向変えて、オッケーで救助と。順調だね。じゃあこれ6階まで行かなくてもいいのかな。今すぐ戻りますか。いい家にする、冒険を続けます。でもう一個下の階にも行こう。行列だな、すごいすごいすごい、列をなしている。握手会か、電光石火、やばい、遠距離攻撃かよ。で、電光石火ってさ、あ、麻痺とかあるの。ね、待って、麻痺とかあるの。電光石火ってさ、あ、麻痺しても動けるんだ。あ、治ってるし。あ、確か一マス先の相手とかだったかな、電光石火。まあまあいいか、びっくりした。誤解。じゃあここでコラッと探しましょうか。でっか、この部屋。お、先に君がレベル10。俺まだ8よ。レベル上がりやすいポケモンと上がるにかばいポケモンもいるんだね。やっぱめちゃくちゃ上がってるし、ステータスも。うらやま。いた、おい、コラッタ君。はい、コラッタ助ける。これでもう帰っちゃってもいいんだよね、我々も。依頼を一つ完了しました。まあ帰ろっか。じゃあ階段見つける必要ないしね。このダンジョンももうだいぶ攻略したし。ほんなに今回の冒険いい音したね。電磁波の洞窟においてレンは見事に依頼を成功させ、ありがとうございます。経験値1240、レベル8。あー、まあまあこれ自分のあれか、ステータスかな。いいね、助けてくれてありがとう。俺に100ポケあげます。現金、現金をいただきました。お、救助ランク、あ、なるほどなるほど。こなした救助のあのランクとかによってポイントも変わって、このポイント積み重ねると救助ランクが上がっていくんだ。いいね。でケムスト、もう握手会ですね。俺に復活の種、これ復活の種結構レアだった気がするんだよね。ありがとう、クラブのみ。救助ランク5ポイント、いいね。荒稼ぎ、驚異の新人出てきたね。1回の冒険で15ポイント荒稼ぎする新人。ゴロンの石10個、倉庫に送りました。救助ランク5ポイント、荒稼ぎ荒稼ぎ、稼いでいくよ救助ランク。今日はよく頑張ったね。ひとまず帰って休もうね。じゃあまた明日。オッケー、なるほどね。ちょっとやり方わかったな。じゃあ町のなんかゴクリンとかは、まあ、裏でちょっと説明見ようかな。うん、主にクエストメインでちょっとやっていきたいんで、まあ記録してまた次回からやっていきましょうか。これ次の日みたいになっちゃうんだもんね。オッケー。